札幌市北三条広場札幌市北三条広場は札幌市中央区にある広場。愛称は赤プラ。札幌駅前通り沿い北海道庁旧本庁舎正面に位置しており、日本生命札幌ビルや札幌三井 JP ビルディングから札幌駅前通り地下歩行空間に接続している。道路と広場の機能を合わせ持つ施設として2014年7月19日に オープンした。北三条通りは札幌市が策定した都市計画の中で赤レンガ庁舎などと一体した空間づくりを行って周辺外区の集客、交流資源としての魅力向上を整備目標にしていたが、隣接地で新しいビルの建設計画を進めていた民間事業者が公共貢献の一環として広場を整備した全国的にも珍しい事例になっている。 広場は都市計画法の都市施設に位置づけられているが、公園のように都市公園法といった管理を定める法律がないため、札幌市は札幌市北三条広場条例を制定して、広場の管理体制や柔軟な活用を図る枠組みを整備した。運営管理については、指定管理者制度を導入しており、隣接する札幌駅前通り地下広場の指定管理者でもある。 札幌駅前通り町づくり株式会社が行っている。北三条広場は全面にレンガ舗装を施しており、ベンチを兼ねた植栽マスやイベントの開催時に使用できるインフラ設備があるほか、広場と道路との境界にはプランターやボラードを設置している。レンガ舗装のもとには1924年に施行した札幌市内発の舗装道路である木海道路が保存されている。 また、広場のイチョウ並木は1925年に植樹したイチョウの木が現存しており、北海道内で最古の街路樹になっている。紀連が舗装とイチョウ並木として札幌、ふるさと文化百選、同調正門前木海舗装、銀南並木として土木学会戦勝土木遺産に認定されている。木海は歴史保存の観点から配置、残存状況や 劣化の度合いを調査して不良な部分は補修を行い路盤材として再使用しアスファルトを保護層として付設している。また、モニュメントとして木海レンガの保存状況を模型として展示している。表層のレンガはエベツさんのものを広場全体で21万個使用しており、中央部にあるいくつかの細いラインは同調前提との一体感をイメージさせるため札幌南医師を ボーダー上に配置している。北三条通りが整備されたのは明治の初頭と言われており、1924年に札幌市内初となる舗装道路が敷かれた。車道にはブナの木をブロック状に切り出して防腐処理した12万個の木灰レンガを使用している。当時は豊富な砂利があるのになぜ高価な舗装道路を作らなくてはならないのかという意見もあったが、 積雪寒冷地に適した道路舗装工法を模索していた時期であり、交通量の多かった北海道庁前に試験的な舗装を施した。延長117.27メートル、福音14.54メートルの道路に当時の建設費で41,572円を費やしたため、あれだけの金をかければ植民道路が何里もできると非難され、北海道議会では質問の的になった。 実際に当時の標準的な道路新設であった場合、約4輪の道路が付設できるほどの金額であった。1925年には、車道と歩道の境界として32本の胃腸を植樹している。これは東京の荒川堤防用として育成していた苗木を東京土木事務所から譲り受けたものである。破格の費用で建設した木海舗装も同年には、 道路の一部が膨れ上がり、数年後には道路の大部分が浮き上がってしまった。そこで1930年に車道全体をアスファルトで覆って封じ込めた。札幌市は2000年策定の総合計画、第4次札幌市長期総合計画において、北三条通りを魅力的な街並み形成を促進する骨格軸の一つに位置づけた。また2002年策定の 都市町づくり計画では北三条通りを受け継ぎの軸としており、道庁周辺エリアは集客交流資源の質を高めることを目指し、2004年策定の札幌都心交通計画では北三条通りのモール化も検討して社会実験を行った。2007年に民間事業者から北に西四地区でのビルの建て替え計画を一体化し、合わせて 北三条通りの一部を公共貢献として都市計画広場として整備する提案を受け、札幌市はこの区間の都市計画道路を変更し、広場として都市計画決定した。また、都市再生特別措置法に基づく都市再生特別地区を現行の北三西四地区に北二西四地区を加えた2.8ヘクタールとし、この区域を道庁東地区として、 地区計画を導入した。2008年に民間事業者、有識者、札幌市による北三条広場委員会を設置して提言書を取りまとめ、2009年からは北三条広場デザイン検討会議を開催して赤レンガ庁舎、木海舗装やイチョウ並木の歴史的遺産を受け継ぎ、周囲と調和一体化した景観づくりを目指した。2012年には、 広場化を見据えて、冬と夏に社会実験を行い、四季を通して様々な取り組みが行えると考えた。広場の建設は2013年に着工し、2014年に完工して7月19日にオープンした。共用開始に合わせて公募した愛称は赤プラに決定した。なお、三井不動産と日本郵便による複合施設、 札幌三井 JP ビルディングは2014年8月1日に竣工し、低層部の商業施設赤レンガテラスは8月28日にオープンした。ありがとうございます。